これ素人が聞いてもあれですが、無でやられてますか、それとも無にはなれないね。常にこの人のためにとか、何かこれ作ることで自分はこんなになれるとか、会えなかった人に会えるかもしれないとか、常になんかそういうことを考えて形にしていきますね。行ってみた時に感動した景色とか、これ美術館に山の頂上に登って撮った写真と詩を作ったやつありますよね、はい、あれが原点なんですよ、僕こういうの作ってるのは。あの時の感動っていうか、こうなんか感動したことって A ランク B ランク C ランクってあって、よう考えて思い出すことって多分あんまり大したことはない。ずっといつだったかはっきり覚えてて、こんな気持ちだったっていうのは人生でやっぱり何回かそういうことがあったら、そのことは絶対忘れないよね。なんかそういう感動からものを考えてるかもしれない。作品が完成に向かっていく瞬間とか、完成した瞬間って明確に分かりますか？それはやっぱり時間をかけて、これでいいのかっていうのは、今日終わったと思ってもすぐに乾かさない。これまた置いといて次の日見た時に、ああ昨日こう思ったけどこっちこうした方がいいなとかっていうのを、そういうシミュレーションというのを何回もかけて仕上げていった方がいいものになりやすいですね。だからよく本当のこと言うと愚問なのは、これどれくらいの時間かかりました作るのにっていうのが、結構僕からすると本当はそれ愚問で、だからよく聞かれたら63年かかりましたっていうと、聞いた人が、あそうか、これ1個作ることに対する時間を聞くもんじゃないんだって思ってもらえるから、あの答えに困ったら僕63年間とかっていうのね。まあこれはでももう3ヶ月ぐらい毎日触ってはこう触ってはこうっていうので、形が変わってきてるんですよ。でこれをやってるうちに、今度こっちに移ると、これを見ながらやってなかったことが思いついてまたやっていくんですよ。だからそういうものですね。僕は全部同時進行、茶碗でも何でも作ってる時はひたすら作って、でその次はひたすら釉薬をかける、でひたすら釜焚きばっかりする。そうすると、釜焚きも上手になるし、よし出来上がったと思ってまた作るとこになると、こういうのは分かってたのに退化してるんですよね。だからもう陶芸ってプロセスがあって、そのプロセスごとに退化していくっていう不思議な世界ですね。だから分業でそのことだけやってる人っていうのは、例えば毎日釜焚きだけやってる人とかっていうのは釜焚きのプロですよね。それを繰り返してる、それの世界であったとしても毎日毎日同じようなことやってるけど結果違うんだろうね。